はい、こんにちは、116インズです。今回はマリナーズの話をしていきたいと思うんですが、先日マリナーズは3人の選手とマイナー契約を結びました。で、その中にちょっと馴染みのある名前の選手が含まれていまして、こちらのツイートの中で一番上に表示されていますが、ロエニス・エリアスも今回マリナーズがマイナー契約を結んだ選手の中に含まれておりました。エリアスは実は過去に2度マリナーズに在籍した期間がありまして、今回が3度目のマリナーズ在籍ということになるんですけれども、左のリリーフピッチャーということで、現在マリナーズのブルペン左のピッチャーがちょっと頭数が足りない状況にありますので、スプリングトレーニングの結果次第ではありますが、このエリアスが開幕ロースターに入ってくる可能性は十分あるんじゃないのかなと考えています。しかし今回マリナーズがマイナー契約を結んだエリアスですが、まさか本当にマリナーズに帰ってくるとは思っていませんでした。昨年2020年はワシントンナショナルズに所属していたんですが、怪我の影響もあって MLB での出場はなし、オフに FA となっていたんですけれども、エリアスが FA となった際に私もこういう風にツイートしていまして、マリナーズとしてはローリスクなので拾い直すのもありなんじゃないかとツイートしたんですけれども、まさか現実になるとは思っていませんでしたね。エリアスはここまでなかなか変わったキャリアを送ってきまして、冒頭でも少し触れましたが、彼は過去2度マリナーズに在籍したという話しましたが、それは裏返すとこれまで2回マリナーズから移籍したという経験も持っている選手ということですよね。ただ2度マリナーズから移籍したエリアスではあるんですが、移籍先でなかなか結果を残すことができず、彼はここまでのキャリアでなぜかマリナーズでしか活躍したことがないちょっと変わったピッチャーとなっています。ということで今回の動画ではそんなロエニス・エリアスについてちょっと話していきたいなと思います。はい、ではまずはエリアスの最初のマリナーズ時代について話していきたいなと思います。彼はキューバ出身の左腕でして、2010年の終わりにキューバから亡命した後、2011年にマリナーズとマイナー契約を結びました。で、2012年2013年とマイナーでプレーして、特に2013年は AA で22先発で防御率 3.18 となかなかの成績を残しました。その結果2014年のメジャーのスプリングトレーニングに招待されたんですけれども、ちょうどマリナーズの先発ローテーションに入る予定だった岩隈選手、それから台湾ウォーカーがスプリングトレーニングで怪我をしてしまったため、結果を残していたエリアスが2014年の開幕先発ローテーションに入ることとなりました。そして2014年に MLB デビューを果たしたエリアスなんですけれども、なかなか打線の援護に恵まれなかったりした不運な部分もあるんですが、29試合に登板して防御率 3.95、 負け越してはしまいましたが、ルーキーながら2桁勝利も記録するなど、マリナーズとしては当初岩隈選手やウォーカーが帰ってくるまでの穴埋め程度にしか期待していなかったと思うんですが、チームの期待以上のパフォーマンスをルーキーシーズンに残しました。ルーキー時代のエリアスの印象といえば、少し調子の波が激しい節があるピッチャーだとは思っていましたが、ただいい時は本当にそれこそエースクラスのピッチングを見せまして、6月には完封勝利も挙げましたし、いい時のエリアスはなかなか強いチームでも簡単に打ち崩せない非常にタフな左腕だった印象がありますね。調子の波さえ減らしていけば、今後マリナーズの先発ローテーションの中で長い期間活躍できるんじゃないかと期待していた選手なんですけれども、ただ2年目まずまずの成績は残したんですが、22試合で5勝8敗、防御率は 4.14 と前年と比べると少し成績を落としてしまいました。ただエリアスの2年目2015年のマリナーズはというと、ネルソン・クルーズを獲得していよいよプレーオフに行けるんじゃないかと期待されながらも、故障者が出たりしてなかなか投打が噛み合わず、76勝86敗で地区4位に沈んでしまいました。特に先発ローテーションで怪我人が相次いでしまったため、マリナーズとしてはイニングが食えてかつ実績のある選手が欲しいということで、レッドソックスからウェイド・マイリーを獲得する際に、このエリアスとそれからカーソン・スミスをトレードすることとなりました。正直このトレードに関しては、マイリーに対してエリアス、それからカーソン・スミスを出してしまうのはちょっとやりすぎなんじゃないかと思いましたけれども、ただ先発陣がかなり苦しかったのは事実ですし、2年目のエリアスも調子の波が激しいというところは変わりませんでしたので、無理やり自分自身を納得させたんですが、ただ獲得したマイリーは19先発で防御率 4.98 と特に活躍しませんでした。まあマリナーズにありがちですよね。こうしてエリアスは活躍の舞台をボストンへ移すこととなりましたが、ただそこではチームが期待していたほどの結果を残すことはできませんでした。マリナーズと比べて層の厚いレッドソックスではエリアスはなかなかチャンスが与えられず、2016年はわずか3登板に終わってしまいます。トリプル A では2桁勝利を挙げる活躍は見せましたが、数少ない MLB でのチャンスが6月17日の先発で、しかもこれが古巣マリナーズ相手の先発だったんですが、エリアスは4回7失点と
古巣相手にある意味恩返しをしてしまうような結果となってしまって、チャンスをものにすることができませんでした。この年は3登板防御率は 12.91 と散々な結果となります。で、翌2017年は春先に肋間筋を痛めてしまって、でそこから復帰するのにもちょっと時間を要してしまって、結局 MLB での登板は9月のわずか1試合のみ。2018年も開幕はマイナースタートとなってしまって、結局開幕直後の4月にマリナーズへ金銭トレードという形でシアトルに戻ってくることとなりました。レッドソックスでは3年間でわずかに4登板。マリナーズ時代は一応は先発ローテーションの1枚として一定のパフォーマンスは残していましたので、それと比べますとこのレッドソックス時代のエリアスは少し失望感が大きい3年間となってしまいましたね。しかしマリナーズに戻ってきたエリアスはブルペンで再起を果たします。トレード後6月に MLB に昇格してきたエリアスは、昇格後はロングリリーフですとか、それからたまに谷間の先発を務めたりと、チームの都合に応じて様々な使われ方をしたんですが、23試合で防御率は 2.65、 思いのほか良い成績を残しまして、また球速も先発時代は平均で92マイル程度だったものが、短いイニングでは94マイル、95マイルと、左ピッチャーにしてはそこそこ球速が出るということが判明して、チームはエリアスがブルペンへの適性があるのではないかと考え始めます。そして翌2019年からは本格的にブルペンに回りまして、開幕当初はミドルリリーフでしたが、開幕直後に守護神として期待されたハンター・ストリックランドが怪我で長期離脱となってしまったため、様々なピッチャーをクローザーで試したところ、このエリアスがクローザーへの適性を示し、以降は夏場までチームのクローザーを務めることとなりました。44試合の登板で防御率は 3.64、 14セーブを挙げる活躍を見せ、また脱三振率も先発時代と比べて、リリーフに本格転向してからはほぼ1イニングに1つの脱三振のペースと、三振を奪う力も上がって、エリアスはマリナーズで再び輝きを取り戻しました。そんなマリナーズのクローザーとして活躍したエリアスですが、2019年のマリナーズは夏場の時点でプレーオフ争いから早々に脱落して、またエリアス自身の契約もかなり格安の契約となっていましたので、トレードデッドラインではコンテンダーのチームから注目を集めることとなりました。そしてエリアスがどこに移籍するのかなと気になっていたところ、ブルペンに課題を抱えていたワシントンナショナルズがハンター・ストリックランドと共にこのエリアスをトレードで獲得することとなりました。エリアスはレッドソックスではまともに活躍することができず、金銭トレードでマリナーズに戻ってくることとなってしまったわけですけれども、そこからブルペンで再起してクローザーにまで上り詰めて、そしてこの2019年のトレードデッドラインではコンテンダーから必要とされてトレードされていった。エリアスがチームを離れるのは残念でしたが、再び彼が他のチームから必要とされる存在の選手になったのは、これは純粋にとても嬉しく思いました。こうしてナショナルズにやってきたエリアスですが、マリナーズ時代は一体何だったんだというような活躍を見せてしまいます。8月2日のダイヤモンドバックス戦で移籍後初登板を果たし、3分の2回を無失点に抑えるなど上々のデビューを飾ったエリアス。ちょうどピッチャーに打順が回る巡り合わせだったナショナルズですが、エリアスにもう1イニング投げさせたいため、このエリアスを打席に立たせたんですが、エリアスはセカンドゴロを打った際の走塁時にハムストリングを痛めてしまって、結局次の回投げることができませんでした。まあ、これだけ聞くと不幸な事故にも聞こえるんですが、ただナショナルズのデイブ・マルティネス監督はエリアスに対して打席でスイングするなという指示をしたにもかかわらず、エリアスはバットを振ってしまって、でしかも怪我をしてしまったと。デビュー戦でちょっと理解に苦しむ怪我をエリアスはしてしまいます。幸い怪我自体は深刻なものではなく、8月下旬には復帰できたんですが、この一件で監督の信頼を完全に失ってしまったのか、エリアスはこの試合を含めてナショナルズでは4登板しか出番がありませんでした。その後ナショナルズはプレーオフ進出を果たし、エリアスもロースターには登録されましたが、ポストシーズンでの登板は一度もなく、最後のワールドシリーズではついにロースターから外されてしまうこととなりました。幸いナショナルズは世界一となりましたので、エリアスがほとんど機能しなかったことがチームの勝敗に響いたわけではなかったので、まあ、それは良かったんですけれども、一緒にマリナーズからやってきたストリックランドと共に優勝請負人ならぬ優勝受け取り人となってしまいました。でエリアスはチームに保有権がありましたので、2020年もナショナルズに残留したんですが、開幕前に左肘に怪我を負ってしまい、この影響で2020年は登板できずオフに FA となってしまいました。まあ、インスタグラムにこんなかっこいい写真も載せていたんですけれども、結局エリアスは1年半のナショナルズ生活でわずか4登板しか登板することができませんでした。ということで、キャリアの中でなぜかマリナーズでしか輝けないエリアス。冒頭でも触れましたが、現在マリナーズのブルペンは左腕の数が足りていませんので、その左腕不足を解消してくれるような活躍に期待したいですね。
今回が3度目のマリナーズ在籍となりますが、いいイメージがあるマリナーズでまたぜひ活躍してほしいなと思っております。本人もインスタグラムでマリナーズに復帰できることを喜んでいましたので、2019年のようなブルペンを支えるような活躍を見せてくれると嬉しいんですけどね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。